パーベル・ヤブロチコフ、パーベル・ニコライエビチ・ヤブロチコフは、ロシアの電気技術者、そして実業家である。ヤブロチコフのろうそくの、発明者として知られる。サラトフ州出身。ムイコラーユ工科大学で、軍事工学を学んで1866年に、卒業。1869年には、サンクトペテルブルクのガルバーに、電気技術専門学校を卒業した。 陸軍で兵役に服した後、モスクワへ行き、モスクワクルスク間鉄道車の電信局長に任命された。彼は、電気工学の実験をするための工房を開設した。これは、彼が後に、電気照明、電気仕掛けの機械、ガルバーニ電池、蓄電池などの分野で発明と改良を成し遂げる基盤となった。ヤブロチコフのろうヤブロチコフの代表的な発明は、 世界初の実用的なアーク島である。従来のアーク島は電源装置に加えてそれ以上に煩雑なメカニズムを必要としていたが彼のアーク島ではその機構が廃されたのである。彼はパリに行き電気ろうそくのサンプルを作り特許を取得した。彼がゼノブグラムの直流発電機を単相交流発電機に作り替え、 それを電源として自分のアーク島を一つの完成された電気照明システムと言えるまでに洗練したのはパリでのことであった。ヤブロチコフシステムが初めて公共の場で使われたのは1887年10月のことで6つのアーク島が据え付けられルーブルのマレンゴ市場を証明した。1880年までにはこのシステムは120のランプを備えるようになり、 二年半の間毎晩運用された。ヤブロチコフにとって、1878年のパリ、万国博覧会は、自らの発明を世界に見せつける絶好の機会であった。Z グラムの宣伝活動も、功を奏し、オペラ座王通りの半マイルにわたって64個のアーク島を設置することに成功した。1878年2月に初点灯。 ヤブロチコフのろうそくは高電圧を必要とした。また7マイルもの回路に送電して点灯することは、成功にこぎつけてからまだ日が浅かった。ヤブロチコフのろうそくは、グラム式発電機が一つで済むという点でロンタンセラン、式アーク島より優れていた。パリ競馬場にあった20機のセラン島と20機の発電機は、1880年から68機の、 ヤブロチコフキャンドルと3機の発電機に取り替えられていった。1878年のパリ万博での宣伝効果はガス会社の経営を悪化させ、それがやっと回復したのは1880年のことであった。フランス、イギリス、アメリカの実業家たちはヤブロチコフの特許の使用権を得るべく奔走した。アーク島に関する特許の一部としてヤブロチコフは ファラデーの電磁誘導の法則を利用し、継続的に高圧電流を得る方法を述べた。すなわち一次コイルが交流電源につながれ、二次コイルが数個のロウソクに接続されたのである。当時は注目されなかったが、変圧器を用いて同じ交流回路から違う電圧を得ることは、今日の送電、配電システムの先駆けとなるものであった。 特許の文面ではこの仕組みを以下のように述べている。単一の電源により、複数の電灯を異なった明るさで光らせることを可能にする。1879年、ヤブロチコフは発明家、ヤブロチコフ電気照明会社を設立し、ペテルブルクで軍艦及び工場用の電気、照明器具を生産した。1880年代の半ばから、 ヤブロチコフは発電の問題に専念するようになった。彼は今日のコイルの特徴の多くを備えた電磁気発電装置を建造した。ヤブロチコフは化石燃料の科学的エネルギーを電気エネルギーに変換する方法について広範な研究を行った。アルカリン電解液を使ったガルバニ電池を考案し再充電可能な電池を作り出した。ヤブロチコフは 電気工学展覧会に参加した。また、第1回電気技師国際大会議にも出席した。1947年、ソ連政府は、電気工学の分野における、優れた業績に対して、ヤブロチコフ賞という賞を設けた。月の裏側には、彼の名にちなんだクレーター、ヤブロチコフが存在する。既存のアークは発電装置に加え、 電極棒間の距離を保つために複雑な機械仕掛けを必要とした。ヤブロチコフのロウソクにおいてそれを廃するために取られた改良点は基本的には電源に交流を使用する2本の電極棒を平行に据えるという2点の単純な変更のみである。この2点によって距離調整機構が不要となる理由はまず交流の使用によって両電極は平等となり 電極棒間は平行なので2本が同じペースで消耗する分にはその先端同士の距離も変わらず、いわば電極棒の先端間の距離が自発的に保たれるからである。なおかつ、電極棒の先端以外で放電が起こらないよう、電極棒間に石灰のような適度に熱に弱い絶縁体が挟まれた。この充填物は、 先端以外の部分では両電極間を絶縁するが、電極棒が消耗してゆくにつれて、先端部の熱で、そこに近い部分から徐々に揮発してゆくため、各時点での先端部における放電を妨げることは、ない。ヤブロチコフのろうそくは、最初の実用的電気照明であるとともに、交流電源の最も初期の実際的利用の例でも、あった。 訳語は他に、ヤブロチコフ、キャンドル、電気ロウソクなど。w デフォンベ、ガス＆エレクトリシティ、インパリ、ネイチャー21。二十一、二百八十三、http コロンスラッシュ、スラッシュブックス。google。com スラッシュブックス、id イコールキロメートセイス。七 c 八 dt 八、c＆ ピコグラムイコール。ra に pa 二百八十三。二千九年一月九日閲覧。 ABCD、バリー、ノーズオンザジャブローチコフ、システムオブエレクトリックライティング、ジャーナルオブザソサエティオブテレグラフエンジニアーズ9、143、http コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドット com スラッシュブックス ID、イコール LWW4 アマジュピコグラムイコール PA1432009 年1月7日、閲覧。 デビッド・オークス・ウッドベリー、A メジャー・フォー・グレートネス、A ショート・バイオグラフィー・オブ、エドワード・ウェストン、マグロ、P83、httpww.archive, org, ストリーム、メジャー・ファー・グレートン 001419MVP、メジャー・ファー・グレートン 001419MVP、ヤブー、TXT2009 年1月4日閲覧、 John Patrick Barrett, Electricity at the Columbian Exposition, R.R. Donary and Sans Company, Ph, http://books.google.com/.books, id, イコール LF5 カマジュピコグラムイコール PA32009 年1月4日閲覧。Stanley Transformer, Los Alamos National Laboratory, University of Florida. h t t p w w w m a g n e t f s u e d u e d u c a t i o n t u t o r i a l s m u s e u m s t a n l e y t r a n s f o r m e r h t m l 2 0零九年一月九日閲覧。a b ミハイル i r i l i 原光夫く、十日の歴史から、収録。 少年少女世界科学名著全集8、ハットエビー城、万春吉著、エレクトロニクスを中心とした年代別科学技術史。ありがとうございます。